あ、作れる。あ、1個でよかったんだ。じゃあこれちょっと待って、ガイアを、ガイア、ガ、おお、ガイア、ガイ82。まだ作れるぜ。どうする、作る、もう一本、もう一本ぐらい作っとく、作っちゃおう。で、鋼、いや、ちょっと鋼、ちょっと枯渇、ちょっと鋼枯渇、ちょっと待って、装備しちゃえ。で、このもう一本のガイアを、この対になるガイアを誰に渡すかだよな。まあ自分装備するでしょ、まず。で、このガイア、このガイアをお前だよな、持っとけ。で、鋼が余ったから、アネッサは何持ってる？あ、そうだ、アネッサはドラゴンキラー、アネッサはドラゴンキラー。お前は鋼、これで、鉄が2本。君は何、装備できないのか。あ、できるでしょ、絶対、絶対できるでしょ。待って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 、これ騎士諸君、騎士、ええ何、ガイア、ええガイア、よしよし、これでいいか。びっくりした、お前のぐそし始めたんかと思った、焦る。で、これはしまっちゃう。一回寝る。で、まずは救急キットをここに設置。これでいいかな。ただ戦いの最中に倒れた兵士は自分では救急セットに行けませんので、エテさんがベッドに運んでくださいね。例のスパイの話ですが、私、考えれば考えるほど気になってしまって、物がなくなるのもそうなんですが、夜な夜な魔物と話している兵士の姿を見たという。なんだと、それはやばいな。ジロンだよな。俺もそう思う。うん、俺もそう思うよ。で、こっちサイドに飯どころ作るか。で、なんだったらこれちょっと、これ回収して、救急セットのとこに置いちゃえばさ、よくない？焚き火が1個。まあ、これ持ってこい。じゃあこれ。と、収納箱作っちゃう。いいと。よっ。オッケー。これしまう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 。しまう。いいと。
城の壁。よし、ちょっと制作するか。まずここのとこに、ここ一回排除しよう。サイズあればいいか。ここだな。なんかこれ置く場所によって形が変わるの、これ何なんだろう。謎です、謎です。これ向きかな、向きで。ここにベッド大量に敷くよ。対になっちゃった。こうだよな。でここを扉にして、てかここも扉にした方が良くないか。階段あるよ。階段を設置。けどなんか扉にしたらなんか変な感じになるか、変な感じになるかな。まあここは別に部屋として認識されてなくてもいいもんな。正味扉ベッドもうちょっと、あと2個。いや、もっといるな。9個。こんだけあればいいだろう。よし。踏んでなんかよくわからんけど、こうしとこう。なんかよくわからんけど。違う。んで、寝床できたから、こっちにこれ料理スペース、井戸、
こかな。これも囲わなきゃいけないのかな。おいハゲ、おいハゲ、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 うん。レンガキッチン収納箱移動。んでよ、オッケーオッケー。囲わなきゃいけないタイプね。ってことは扉がもう一個必要になってくる。扉、じゃあここで区切るか。こんな感じ、こんな感じでどう。あ、できたできた。うん。私の求めた求めに応じよ。後ろの銀を作ってくる。うん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 。時に得てこの陣地を包囲しておる魔物もそうじゃが、あんな数の魔物どこから湧いてくるのかの。倒しても倒しても次々に現れ襲ってくる。これもハーゴンの力なのじゃろうか。今こいつスパイだからな。オッケー、達成。入れる。あ、違う、間違えた。取り出す。ちょっと待って、何まだあんの。ポトフ、じゃがいも、生肉、水。OK、 ポトフで、ご老人がいて、はい。敵の攻撃に対応した防衛設備と魔法兵器を作っていけば、教団との戦いを続けていくことができるから。うん。頼みがある。今後、さまざまな魔法兵器を作っていくために、城内に魔法研究所を作ってほしい。魔法作業台、水晶、マルクッション、航路。はい、わかりました。ちょっと待ってね。まずは、しゃあないから、このハゲのポトフ先作るわ、ちょっと。うん。んで、ちょっと待って。お、すごい、すごいいっぱいある。ああ、うまい、うまい、うまい。これは美味しい。美味しい。うまい。もういっぱい。美味しすぎうちとしや。んで、まずポトフ。じゃがいも、乾きの壺を、ん？あれ、ポトフなんて言ってたっけ。ハゲ、おいハゲ、
ハゲどこ行った、ハゲ。あ、いた。何王様にポトフを作ってくれんかな。じゃ水はじゃがいも畑の水場からお主が持つ乾きの壺を。ちょっと待って、生肉か。生肉、生肉入れて乾きの壺で、これ取っちゃったらまずいっしょ。リンか取って、でこれを、これでいいのか。ですぐに水を入れとかないと。よし、オッケーオッケー。これでポトフはオッケーでしょ。じゃあここの部屋を、この部屋特に何も今フリーダム部屋になってるから、あーけどなんか、うん、どうしようかな。あと空いてる部屋って言ったらここぐらいだよな。一応空いてるっちゃ空いてるけど、ちょっと待って、作れる？まずこれと、うん、これとこれ、よし、まあここに作るか。もうせっかくここにこいつはあるしね。これらが邪魔になってくるな。こうする、水晶、これ何、これこれ何、これこれ何、これ、あ、座布団か。座布団、じゃあこうして、これなんか端っこにこう置いて、で水晶置いて、座布団置いて、どうで、暗いから、暗いからここにこう置いて、どう、これでどう、うんうん。ところで君の相棒指導とは付き合いが長いのか。私はムーンブルクの将軍としてさまざまな兵士を見てきたが、あんなに強い選手には会ったことがない。さあ、幼なじみです。はい、家が隣だったんです。うん、あの無鉄砲さが気がかりだ。君がうまく抑えてやるのだぞ。はい、よっしゃ、一回寝よう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 。こんだけベッドあったらなんか綺麗だね、逆に。でベルレベルアップできるけど、ちょっと待って、先にポトフをハゲにあげちゃおう。どけ、ポトフで、もっとポトフ作るか。ちょっと待って、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 来んな来んな来んな、気持ち悪い。これでこう、うん、あ、いいよ、はい、
ほい。ところでて、わしが以前話したスパイの話、俺じゃ信じてくれよの。お前だろ。リック、アネッサ、王様かもしれん。もしかするとわしの可能性もあるの。知らず知らずのうちに魔物に会っておったとか。あ、ラーの鏡。はい。なるほどね。ラーの鏡か。あ、これさ、この中にさ、食材しまっとけば、もしかしたら、そろそろ調理してくれるタイプ？調理してくれるタイプのやつかもしれないな。開く。じゃがいも。じゃがいも。肉。よし、これ一応しまっといて。で、この、これを持ってこう。ちょっと松明作ろう。置いといてやる。暗いだろうかな。で、こうして。で、ここに、こう、ポッ。こっちに置くか。バッバッと。好きに料理してくれてもいいんだぜ。んで、なんだっけ。スパイ、王様。うん。あ、違う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 。これじゃなかった。ベルだ。そうだ、ベル一回レベルアップさせちゃって。ベル一回、カン。うん。じゃあ、レベルアップしますよ。7人、兵士7人。これは戦力になる。すげえ、なんかいろいろいいね。兵士の駐屯部屋みたいな。すごい数だ。すごい数来た。こいつら武器何持ってる？武器何？あー、全員どうか。全員どうか。とりあえず鉄の剣でも作っておいてやるか。うん。あ、いつものね。いつもの。はい。7人。これ鉄の剣7本。鋼にする。まあもうそろそろ鋼、もうぼちぼち鋼でもいいけどね。ちょっと数確認しよう。数を言うて石炭とかもいっぱいあるしね。3。ふむ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 。なんでこれ、なんで小麦とこれ入ってんだ。
なぜだ。種植えて、あ、料理してんじゃん。 いいねいいね。じゃあここにしまっとこう。じゃが、小麦、よし。んで、おい、うん、もはやこれまでじゃ。もうこのものづくり欲を止められん。わしも教団を抜けビルダーになろう。お、ゼセルも。えて、うん、はい、いいね。では我々もすぐに収納箱に素材入れておくれれば。はい、わかりました。この気配は。戦闘か。ちょっと待ってね。戦闘か。まあまあ戦闘の前に、まあ一旦区切って、んでその間に武器の配給して、で次戦いから始めるか。よし、そんな感じでいきましょう。よっしゃ。よし、じゃあここで、はい、では次は戦いのとこから始めようと思います。はい、お疲れ様でした。